おはようございます。中村も行ってるやろ。もう早いわ。ちょっと行くの仕掛け。早い早い行くの。一緒に行こうもたのに。おはよう。デリリリリンリンリリリリリリンリンリリンリンリン。ちょっと待ってや。とりあえず、おはよう。ちょっと待ってな。それもう着いたよ。着いた。ね、昨日ね、もう家帰ったわ。もうあんな時間さ、ホテル取られへんからさ、予約。もう帰って一回。で、帰って、とりあえず、着替えてきた。いや、もう中村の枠でやろう。中村の枠で。今日は、オッケー。朝帰ったもう、匂いもさ、もうバンバンつくんよ。匂いも。すごいよ。タバコがむっちゃ、匂いもさ、タバコの匂いもするしさ、とても着替えたいから、もう一回も帰ったよ、やっぱ昨日は。ちょっと待ってな。忘れもないかな。何回も嫌やろ。何回も来んの。で、え、今ほんで話的に どんな感じなの？流れが読めんね、話の。でも煙まみれよ、昨日。煙まみれ。ちょっと頭痛なっちゃう、俺。頭、頭痛してさ、俺。もう帰ろう思って、ほんで着替えて一回。帰って。ギャラ要求。ギャラ要求か。まあ、それはね、配信上で出したらね、具合悪いからさ。そこは、ギャラのことに関しては、まあ、個人でね、うまいことやってほしい。たかられてる？金銭要求されてる？いくらよ。いくら金額。5万か10万。なんか過剰要求されてへん、日に日に。日に日にさ、過剰要求されてない。行こうか。もうちょっとな、温めたかったんけどさ、まさか俺行ってるもんかったもん。一緒に行こう言うたのにさ、一緒に。そのために番宣しろ、行き俺。行ってかな。待ってよ。あー、ニャンと仕事ね。オッケー。今日も寝かせないよ、皆さん。お昼の部。わっち今日はね、盛りだくさんよ。盛りだくさん、めちゃくちゃ。で、一応今日メインはさ、中村の放送分けするからさ、メインは中村ね、あいつの放送分けするから、
オッケー、いけるね。うん。俺もツイッター配信切るわ。今日ね。うん。あと30分やろ。うん。もうちょい、もうちょい待ってよ。うん。もうちょい。で、マシマシコーヒー飲んでくれた？テテ名物、マシマシコーヒー。コーヒーないの？買ったはいい？コーヒー。マシマシコーヒー、天下無敵の水道水の、うん、コーダはいいの？氷だけ？ここ電波悪いなとこも。あかんで、飲まなあかんで、うん、マシマシコーヒー、あのおもてなしやからね、おもてなし。氷だ、氷じゃ買っていくわ、うん、でも氷買っていたところでさ、もう冷蔵庫ないよ向こう、うん、あかんあかんあかん、これ試練よ、汚れやぞ、うん、いやじゃん、よ汚れ、うん、ちょっと待って、コーヒー、氷買っていくわ、氷。氷でいいやろ、もうその氷をちょっと購入してこい、一発。アジのフライあったよ、知ってる。あの段ボールケースの中やろ、アジのフライあるよ、うん、冷蔵庫ないんよ、うん、ちょ、行ってくるわ。いいよ、これね、これ2つで、とりあえず今から行くわ、うん、冷蔵庫ないんよ、うん、ちょっとさ、それな、見せるわ。一応さ、配信上では玄関に冷蔵庫あるみたいに言ってたやんか、うん、玄関に、いやもう仲間の枠でやろう、うん、中村の枠でやるからさ、今
しもたわ、袋パンパンやけど、ラジオせんでいいよ、あの看板さえ映らんかったから、だから別にもあのラジオせんでいいよ。あ、おつやおつや、ちょっと待ってや、うん、じゃあ何、完全俺待ちみたいな流れ、だから一緒に行こう言うたんやんか、中村なんで先走ったあれ、いいどこや、先走るからさ、こうなんのよ、うん、ギャラ要求から、うん、いや、聞くのむちゃくちゃ大変だわ、俺帰るのに1時間以上かったもん、え、喧嘩なってんの？もしかして。そう、先行で行ったからさ、俺一緒に行こうもできんの。中村と。二人で行って、二人であれしようと思うんだけど、さっき行ってたからびっくりしちゃうもん。まあね、こういうお花も咲いてるよ。いや、俺が遅いちゃうで、お前、うん、アホな、お前ぶち込むだ、これ一応時間2時ぐらい目安にしたわけよ、うん、あ、テテが忙したの、んで、とりあえずちょ今着いたけど、現場現着ね、うん、さあ、もうこっちも残業だぞ、お前、うん、冷蔵庫ないぞ、多分中村の配信が30分で終わるから、夜勤明けやわ、お前疲労困憊すぎてさ、今朝帰りで、一応さ、流れ分かってるよね、みんな、なんでこうなってるかっていうの分かる？OK？ 説明せんで、分からん人いける？分からん人？オッケーね。ちょ、花火、花火。うん、あ、ちょ、あれしていいんで。あれしないで、あれ、うん、腹ないっす、あ、そうなんや、マジで、あ、腹見ないっす、山田が調子に乗せたみたいで、昨日より、どういうこと、ねえ、テテさんちさ、まあ、行くか、あ、昨日のこと、昨日あの1万円もらったやつ、花火ナイス、 M ちゃん、あ、山田がさ、あ、もうとりあえずさ、それも含めて OK、 うん、あ、これか、冷蔵庫、これやん、冷蔵庫、歌で金取れるとか、声優が
いや、そっちじゃないと思うで、うん、え、わたみ知ってるの、みんなわたみの弁当知ってるの。そうなんや、わたびのタクシーでこれさ、まさかあれちゃうよね、ゆいがさんちみたいなあれちゃうよね、あの、なんだっけ、あのあったゆいがさんのやつ、なんだシェアハウスのやつ、うん、コボスズみたいな感じちゃうよね、NPO の、そうコーポスだみたいな、違うな、そうあの一世風靡したコーポスズラン、違うっすね、とりあえず冷蔵庫あったわ、ゴミやな、じゃあ中村の放送も切れるからさ、うん、中村にとりあえず無料だけ流して、うん、OK、 10分に切れるの、中村にさ枠つけ直しで、うん、枠つけ直しで一回、すぐ、枠つけ直しで、うん、そんな中におるからつけ直し一回で立ち上げてて。あの9分でしょ、うん、どっちにしかでも尺足らんからさ、うん、事件、いや、中村でいいから、うん、付け直しててバーッてすく、ありがとう、中村さんに頼んだのに4個目いいの？いいです毎回、いいです、こんなにたくさん、はい、今まだ1個目食べ終わってないよ、はい、ありがとうございます、はい、ごちそうさまです、ちょっと こじってもらっていいですか、お氷代これ600円なんで、うん、うん、どうも600円分、うん、
600円分こじってもらっていいですか。どうしたらいいの。いや、あ、アイテムで。アイテムで、うん、え、だってアイテムこれ、あ、ほら頑張ってって500個点来てるよ。いい感じ。ナイス。これでいい。肌身ナイス。オッケー。いや、もう一個、もう一個、うん、もう一個肌身ナイス。花火ください。今日調子はですね、あ、花火来ました。ナイスナイス、さすがさすが。はい、オッケー。はい、どうぞ。部屋どうぞ。はい、中村つけや、僕つける。うん、つける入ってきて、入ってきてほしい。そうだった。つけそんだけでいっか。じゃあとりあえずよし、テツさんいいですか。あ、3人映るか。あの、座れる。3人で全然座れる。3人で映る、うん、3人映ろう。ちょっとどうにかして、だかここに全然座れるって。あの、タバコ吸わない中村さんを一番端っこにして。いや、いいよいいよいいよ、俺ここでいいや。俺ここで大丈夫だから。タバコ吸う、うん、アイコス。あ、テツさんちょっといいですか。紙巻きタバコの、あの、1個だけね、ルームツアーしていいですか。ルームツアー、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 うん、リスナーさんがルームツアーしてほしいで。え、だってこんなさ、ダンボールだらけでさ、狭い部屋さ、うん、ルームツアーしてどうすんの。いや、見たい言うからね、すごいよ、思うて。これちなみに十何年ぐらい住んでるよね。十何年ぐらい。16年だっけ。16年。あ、違う、今、うん、12年ね。これ、もともとこんな色なの？エアコンとか。あ、これ、あの、この間、うん、1ヶ月、2ヶ月前に、うん、蛍光灯つかなくなったんで。あ、これね。はい。うんうん、あの、リモコンで、今、これ、暗さ調節できますよ。あ、ほんまや。で、あの、うん、蛍光灯の LED なんで、蛍光灯の取り替えいりません。うんうん。なんか、ルームツアーし。いいよ。ちょっと、ほんとみんな座って。あ、ちょっと、すいません。テイスト、あ、いいです。タカシがさ、ルームツアーして荷物あんまなくてよかった。これ、なんすか、これ、なんだと、これ。あ、これは仕方ない、うん、何、あの、何回も取り替えてもそこ割れる、うん、え、これ、なんでヒビ入ってんだか、これ知らない。なんか寝相とかでやっちゃうんじゃない。やっちゃったけ、これもうヒビ。あの、3回ぐらい新しいのに無料で保険聞かせて、うん、新品に取り替えてるんだけど、うんうん、絶対割れる。絶対割れる。3回とも割れてる。なんでこんなになるの。わかんない。例えば、なんか、あの、FX で、ま、負けてイラついてバンブン殴ったか。全く大丈夫、何もしないで。何も自然とはめてるだけで勝手に割れてる。自然にこうなる？うん、なる？それで保証会社さんに保険聞かせて料金無料で取り替えてもらったら費用かかんないで。テテさん、中村、事件、事件、事件、うん、どうした？どうしたの？何々二人して。あ、ごめんなさい。ああ、大丈夫。これ変かな。あ、それマッサージ機。あ、マッサージ機ね。あ、マッサージ機なんだ、はい、どうやのこれ。 LED のマッサージ機で、うん、今 52% なんですけど、うん、こうやって、おお、レベル変えられます。おー、レベル、レベルが変わる。激しいね。うん、おマックスはレベル4、レベル5、6、7、8、9、10、11、12、13、まあいくらでもマックス12ね、うん、マックス、いや、わかんない。マックス12、激しいね。激しいね。マッサージ機なんだ。あ、50人とかあるよ。え、で、タイプ C ケーブルで、うん、100% まで充電できるんで。おー、おー、
激しい激しい。あ、30いくつかもしれないこれ。わかります、この鼓動振動。28 28 29 30 30 31 32 あ、32が最高だ。30最高、32最高、うん、なんでこれがいいだ。あ、もらった。あ、もらったの。あの、ギリシャの、うん、ブラジルか、ブラジルに住んでる外国人の人にもらった。あ、おー、下の階に住んでたから、うん、使うって言って、うん、あの、腰痛持ちの方で杖ついてた、うん、杖ついてたから、うん、その腰の痛みのために取るためにこれ買ったんだって、うんうん、おー、なんか私がやってるみたいでやだ、ちょっと中村らし、仲間よくと思って、やめてよーねー、うん、私がさ、やらせてるみたい、うん、やってるみたいじゃん。あ、どう。あ、でもすごいマッサージ機としていいね。いい、私は結構バファリン飲んじゃうけど、痛いと、うん、筋肉痛に、てか、いります？中村くん。いや、いらない、いらない、いらない。私、使わないもん。そっか、もう使わないからな。なんでここに置いてんすか。ん、なんでここに置いてんすか。あ、すぐ、これさ、すぐね、すぐマッサージできるようにね。これさ、うつりちょ、やらしない。別にこれ大人のおもちゃとかじゃないから。そうですね、なんかないよね、そんなことないよ、みんな、うん、やめろよ、このセクハラジジイどもが。これ一応タイプ C の USB ね、あ、タイプ C ね、タイプ C で充電。私は USB タイプ C なんで、うん、Android だから、はいはい、OK、そうです。ちょっとベランダの方拝見します。ベランダなんか比較的何もないよね。なんでなんか。てかその帽子どっから飛んできた。これ何これ。オレンジ色の帽子、なんか誰かの上からとかじゃない。いっともうしてるか。どうする。だってもちろん誰かわかんないもん。え、テテさんちゃうのこれ。いや、ちょっとしてますよこれ。してる。ゴミして結局行くから。これ仕込みじゃない中村。違うよ、仕込みと近い、仕込みじゃん。ベランダ異常なしね。来たよ、うん、帰るから、うん、待ってね、うん、あ、これこう下抜け、抜けなっていいね、これ、うん、来た。過去だから、ちょっと来たのかな、帰ると思うんだよね。いや、これでいいでしょ、はい、うんうんうん、捨てられればいいから、うん、で、完全閉めといて。開けばダメですか。うん、あ、開けていいですかこれ。あ、T シャツ落ちた。あ、すいません、すいません。これ T シャツがここ、開けていいですか。え、こう、あ、ここ何もない。見ていいかい。何も入ってない。大丈夫、変な入ってない。うん、スーツとか何も入ってない。 OK、 せいぜいこの辺だから。これはタッパと、タッパ、ね、ジブロックのタッパと、うん、一つと普通のタッパ一つ、うんうん、これは鍋、フライパン。これフライパン、はい。中身はOK ですね。 IH クッキングヒーターなんで、うん、IH クッキングヒーター専用の20センチのフライパン、うんうんうん、で、多いお茶とコップ、はい、じゃあいかな、タンブラー、タンブラー、はい。で、キッチンがこんな感じか。あ、ちょっと今これ洗い物するんで、はいはい、洗いもする、流しに置いてあるだけ、はい。ハンガーどこ行った。これハンドソープね。あ、落ちてる落ちてる、あった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 、入ってる入ってる。これはそれは、うん、それはディアンデルシアの付録の水筒、うんうん、洗顔フォーム、洗顔フォーム、歯磨き粉が2つ、2つね。これね、これもそれも歯磨き粉。あ、なるほどね。これはそれも歯磨き粉、はい、ね、アミカの歯磨き粉。うん、いけそう。こっちはてか、ルームツアーいいから、はい、アイコス吸って。あ、聞こえすか。あ、うん、ちょっとさっきルームツアーって言われて、うん、さっきルームツアーって言われてるんで。ほんと。あ、中村、挨拶した。うん、あの、配信指導してくれるから。あ、うん、さっきからしてくれてね、中村くんのね、ね、そう、とこで歌ってましたよ。うん、歌ってくれて。僕ら今ゴールド目指してるんで、ランク、うん、シルバープラスか。ていうか中村くんに聞けばいいじゃん。花火ナイス、花火ナイス、花火ナイス。花火の喜び方とかってなんかコツあります？
花火の喜び方のコツとかなんか、あ、こういうのあったら投げやすいのになみたいな、投げしとして逆に教えてくれって言われてて、花火ナイス、花火ナイスってやる、花火ナイスナイス、あの逆に配信歴長いのに、うん、教えてくれって言ってきて、で中村さんのとこで花火飛ばなくて、うん、なかなか、うんうんうん、どうしようって、なるほどね、なんか逆に教えてあげてよ、シルバーがプラチナに教えてあげて、わかりました、いや一応プロリスナーならないですね、私は歌だけど、いやだから一応配信歴7年ってことで、いや違う違う、配信歴じゃなくて僕のに、あの認識では一応プロ配信者扱いなんですよ、嘘だ、そうなんですよ、プロリスナーだよ、プロリスナープラス、でもプロのリスナーも、リスナー歴長いでしょ、配信もプロだと思ってるの、うん、両方両方なわけないでしょ、7年も配信見てはったらさ、大体わかるでしょ、流れとか分かってるよ、アイテムの飛び方とかさ、うん、あこのタイミングで、あのなんちゅうの、あの沸かすポイントなとかさ、全部わかるでしょ、もちろん、まあ男系、女系、そうですね、しな以外と、うん、あとあのアダルト系と、はい、あと誹謗中傷以外だったら、うん、OK さ、あと、自傷行為、はい、嵐行為、はい、それさえなければ飛ぶ、オーケーっす、うん、それ肝に銘じね、うん、はい、で全部通報項目なんで、はい、オーケーっす、うん、じゃあルームツアー次いいっすか、ルームツアー終わったでしょ、まあ、あと、お先がトイレ、いやいやいや、トイレ掃除してないからダメ、ダメですか、今日、うん、これさ、ドア開けたらさ、あのトイレ行けんくなんねんこれ、あー落ちる、わかる、あーそこの、なるほどね、ドアをバーッと開けたらトイレ行かれへんねんこれなんでなんこれ、1984年に作った、はい、築40年の物件なんで、はい、あ、仕方ない、作りが、あ、洗濯機はこれ、どこのやつ、あ、洗濯機、あ、東芝ね、うん、東芝の洗濯機、掃除してないけど、はい、あの普通に激落ちくあるんで、開けて OK ですか、開ける、この間洗濯したばっかの、あ、中は綺麗ね、中は全然綺麗、洗濯したけど、うん、取り込んだんだけど、でこれが給湯器ね、給湯器、まったく中村さんね、中村、これどうしよう、何が見てるだけでいいの、俺は違う、今のところルームツアーを今タコがやってるから、うん、それは今眺めてないといけない、ここ開けて OK です、 OK、 参考になるの、うん、参考になる、テテさんここ開けて OK、 え、だからこの中は入ってないってば、はい、この中もあのアタックね、あ、アタックあるじゃん、アタックっていうか、洗剤系ね、うん、洗剤とか、ここはこっち、お皿とかだからダメ、あ、ダメです、うん、ですね、ダメ、お皿とか、はい、ダメダメ、みんな大体分かった、テテさんちのルームツアー、まあ、こんな感じで見せたくないとかあるから、ちゃんと、あ、そうなん、下着とかも入ってるから、チェストとか、どこ、後ろ、あ、こういうのいいっすよ、こういうとこに、はい、あのキャミソールだけのはいいんだけど、はい、キャミソール、うん、あのキャミソールじゃなくて、いや、これテテさん下着の場所言ったらあかんやん、これ次配信してきたら、テテさんのパンツ持って返す、ほんで下着の位置ここ言ったらあかんでしょ、だから言ったらあかんで、テテさんパンツ泥棒おるで、知らんでも映さなきゃいいじゃん、山田パクるよ、パンツ、うん、パンツパクるで、山田パンツパクってくるからね、有名だよ、山田がパンツパクる、パンツ泥棒 おるよ、パンツ泥棒で山田で人気、うん、やっぱ有名だからね、こんな感じから、全く、うん、オッケー、もうない、マルチなことダメです、うん、今どあの、なんか OK で配信撮って、あ、ほら、あ、OK で配信撮って、あ、撮っていいの、いいよ、あの、北が、北や、北側ルームツアー終わったんで、次中村くんの放送で、ね、俺、北側じゃなくて北山さんだ、でもね、うん、言ってもね、北山さんってね、うん、だよね、うん、おー、あー、お前がお前が、お前がアラブ、石油、ウィンドゲイツ、オートバンク、ソン、マセヤス、コーヤ、キワン、プワン、酔っ払ったやん、お前、やっぱり。もう頼むわ。いいよ。何？いい、うん、いや、コメントいいよ。見せてよ。なんか謝ってるじゃん。リンです。テンストさん、明日
え、昨日は何だって？昨日は酔ってたので少し記憶飛び飛びで調子に乗ってひどいことしてしまってすいませんでした。お世話になってるのにごめんなさい。以降気をつけます。リスナーさんもすみませんでした。あ、じゃあ私のせいじゃないね。あ、これリンですね。どうしますリンさんです、うん、会長どうしますか。リンさんです。 OK です。あの天然さんにちょっと失礼な態度を取ったって。ちょっと僕ちょっとムカついて、昨日あのリンと一瞬付き合ったでしょ。あ、違う、付き合ってくれって通話で告られたの。うん、そしたら20万あげるからって。うん、今日、目黒駅で会って、うん、お金渡してさよならしないで付き合ってくれたら、うん、20万を渡してあげるからって。うん、私女 LGBT の B 違う、 L L でレズビアン、うん、L で、あのリンさんはバイセクシャル、中村はトランスジェンダー、俺は G、ゲイ。L、G、B、B ね、B。B、B、B。T はどうする？ていうか、なんだったら、ミズニャンさんが G なんだけど。え？そうなんす。じゃあ僕、トランス、T、T 行きましょうか。T。え、L でしょ？うん。で、B はバーシクシャル。あ、また来た！おい！アラブの石油トップ1。ナイス。ナイス花火。テテさんはどんでもいいですだって。テテさん、どうでもいいって言われてますよ。私は？うん。どう思いますか、テテさん。言っちゃってくださいよ、テテさん。これ、テテさん、リン。リンちゃんがどうでもいいよ、テテは。うん。え、リンちゃん、リンちゃんブロックしてないの？いや、俺してないよ、リンは。なんで？テテちゃんどうでもいいよって言ってんの、リンが。うん、お前ふざけんなよ。嘘だろ。なんでブロックしたかわかる？ LINE も X もなんでブロックしたと思ってんの？彼氏と付き合ってる上に彼氏がいるんだよ。それでなんで女の恋人欲しがるの？って私別れろって言ったよね。女の恋人欲しがるんだったら、あの、男の人と別れてって言ったよね。だって、なんでかっていうと、男の人と会っちゃダメってリンが言うんだよ。そうしないと、お金は渡さないからって。それでそのくせに自分男と付き合っててで別れるからって言ってんのに、配信でいつまで経っても別れなくて、男も女も欲しがるな、どっちかにしろ。ネタすか？ガチ。ガチだ。ガチだ。ビデオ通話でやってんだから。普通の通話とビデオ通話で、普通の通話で断られて、ビデオ通話で配信流しながら私と話してて。中村、これが配信のプロやからさ。これか、うん、ちょっとしっかり撮って。うん。あ、来た！ナイス、3発目！3発目！終わったんで、どうぞ、あの、りんちゃんに思いの丈をもう続きでどうぞ。あ、来たりんちゃんがまた。ふざけんだ、お前、許さねえからな。謝ったって一生許さねえぞ。あ、来たよ、りんちゃんから。ふざけんなよ。閲覧目的なんで、ブロックでも何でもしてくださいと。最低だよ。あなたは好きではないです。天祖さん、本当に申し訳ございません。すごい喧嘩売ってますよ、ちょっと。どうしよう、これ。収拾つかなくなってる、これ。謝らないからと。もう、ひんやぶらすぞ。あなたのこと好きじゃないって、じゃあなんで LINE 通話でさ、あのさ、告ってきたの？なんで告られたの？
なんでここら辺男役になってって。あ、閲覧欲しかった。閲覧欲しかったんだ、最低だね。配信者だからって利用するんだ。私6年ぶりに告られたのに、真剣に考えたのに。タバコ吸いたい？あ、いいです。会長、私が吸っていいの？いいです、会長、どうぞ。いいの？はい、会長、どうぞ。あ、大丈夫です、大丈夫です、会長。なんでさ、店主さんと同じことしてんのよ。ありがとうございますね、あのキャバ嬢じゃないのに。どうぞ。何やってんの、冗談？真剣に告ってきたんだけど。6年ぶりに付き合ったから、夏っていうか告、付き合ってって言われたから、私考えようと思ってたんだよ。それを配信のために利用して、私を金で釣ったんだ。へぇ。あ、なんだって？アイテムね、エフェクトで見えないけど。花火ナイス、5発目ナイス。なに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 ？真剣に考えた人が、付き合ったらお金は貸しじゃなくて増額してちょうだいねって言わないよね。金目的は無理。閲覧目的のお前も無理。中村、プロはこういう風に話をつなげて相手もこじるから、うん、なるほどね。わかる、わかった、うん、相手切らせん、プロは。あ、ダメだよね、だからね。そう、相手も勉強になります、うん、ガチの話してるか。はい、ガチだね。これ、あれですかね、あ、相手も目的、これはあのリンと、うん、あの長々喋るのはリンからアイテムもらうためのあれですかね。わざと長く喋ってる。そういうこと。そういうことですね。リンからアイテムもらうためにわざと長く喋ってるよね。そうじゃなくて。あ、そうじゃない。あの誰でもいいから。腕あるわやっぱ。うん。うん、誰でもいいから、あの別にリン限らず。会長。あの。リンがひどいって思ったら逆にアイテム投げて、私悪くないって思ったらアイテム投げて。バブルバルーン無視ね、うん、バブルバルーンといいねと KP なしね。リンだけじゃないから、はい、むしろリンが最低だと思ったらアイテム投げて。あの、アイテム共有なんで。あまりやりすぎるとよ。今、もう今は黙るけど、うん、なんで私が悪いんや。今、圧倒的にそっちには面白い展開が一回切れたらでいいよ、うん、人の心持って遊んでんじゃねえぞ。バイセクシャルって言ってさ、彼氏いてさ。メリーゴロのこれいくらですかね。知らない。3個で10、100いくらですか。あ、なんか来た。あ、これはリズム花火。それでかいやつ。そう、一緒に踊ってあげないと。これはこれどうしたんですか。こうやってリズム花火やコールは どうします。リズム花火ナイスリー。そう、別に、うん、あの、うん、アイテムナイスって、あ、花火ナイスって。はい、リズム花火も一緒。うん、リズム花火もナイスで一緒に踊ってあげた方がみんないいかもしれない。いや、花火ナイスは普通にこれ。あ、オッケー、これ音楽は、うん、これ踊る、踊る、オッケー、うん、音楽は踊るね。うん、あ、LGBTQ、これ、これ、これ、やすいやりません。うん、うん、
投げたいけどテテさんにブロックされてます。今なんかこの枠で投げればいいじゃん。私に投げなくていいんだよ。ここで投げて、この枠で投げてくれればいいから。私私アイテム共用なんてしてないじゃん。あ、そうそう、普段枠で、あ、はい、みんないらっしゃい。私普段個人枠なんてしないよね。富江50円のアイテムナイス。うん、にゃんにゃん富江50円のアイテムナイス。あ、はい、にゃんにゃんさん、富江さん、アイテム50円のアイテムナイス。でももうちょっと高いの投げらんないかな。あ、今日会長、会長落ち着いてください、大丈夫です。あ、メリーゴーランドです。会長落ち着いてください。会長全逃げ場なんでね。うん、全逃げますよね。まあまあ、うん、まあまあの分かった。じゃあアイテム強要しないから、はい、花火ナイスナイス。何発目これ？知らない。4発か5発ね、はい、まず玄関で一発投げられたでしょ。はい、あ、今リンコラボ来てんから、どうします？出ます？戦います？会長、昨日は本当にいつもお世話になってるのに、天然ストレートさん、本当に天然ストレートリスナーさん、申し訳ございませんでした。なんで天然ストレートさんの関係ないのに、ね、天然ストレートさんの方に謝ってんだよ。待って、どなたですか？あなた誰？あ？あなた誰？てめえが誰だ？いや、私天然ストレートさんにコラボ申請したんだけど、誰？どちらさん？ちょっと待って、聞こえない。聞こえない、これ、うん、コラボ来てるから。あ、そう、集中、配信集中さない。な、何ですか？何のよ、なんか言いたいことあるんでしょ、言えば。は？言いたいことあるんでしょ、言えば。何言いたいことあるんでしょ、言えば。何だそうです。お前さ、人にさ、通話で、LINE 通話で告っといて、うん、目黒駅で、うん、明日会うから、うん、で、しかもさらに心配してるから、うん、20万円をまずか、絶対貸してあげたいから借用書と、うん、言ったね、身分証明書の写真送れって言ったよな、お前。言った。本当に貸してほしいんだったら、貸すんだったら普通のことじゃん。貸すんだったら普通のことじゃん、だってそれ私やるから。うん、てかやるから、じゃあ目黒駅で、うん、お金は私ないから目黒駅で渡してって言った。いいよって言ったよね。いいよって言ったよね、だって。え、さらに、じゃあなんで LINE 通話で告ってきたの？恋があるって。告っちゃいけないの？告白しちゃいけないんですか？告白しちゃいけないんですか？だって。あんたさ、さっきさ、閲覧のさ、つもりでさ、配信者のためにさ、配信者魂でさ、やったからさ、うん、あんた誰ってさ、そもそもさ、知らないふり、知らない人みたいな言い方してるのがさ。だって、あんたさ、私に告白したら、付き合っていいよって言って、じゃあ付き合ったんだったら20万円貸しじゃなくてちょうだいよって、付き合ったんだったら20万じゃなくてもっと増額してよって言ったよね。あなたも私も閲覧目的で最低かもしんないけど、あなたもそうやって金目当てで金欲しさに借りじゃなくて増額してお金をいただけるんであれば付き合うよって言ってるあなたも性格悪いから同じ。これ喧嘩両成敗じゃない？あのさ、いや、あのさじゃなくて、そうだよなって言ってよね。あなた言ってよね、付き合ったんだったらじゃあそれ20万貸しじゃなくてちょうだいよ、さらに20万よりもっと多めにちょうだいよって言ったじゃん。で、私がよかったよ。
で、私が閲覧目的なんて最低とか言って、あなたもお金目的で最低、じゃあ最低同士でいいのに、なんで私だけ責めんの？私あなたのこと責めてないけど、あれからブロックされても。ブロック解除しろとか、ブロックされて、あーちゃらペーちゃらって悪口言ってないのに、文句言ってんのあなたの方だよね。お互い両成敗悪いことしてんのに、噛みついてきて文句言ってんのあなたじゃん。私あなたの悪口なんて今言われるまで言ってないんですけど。あのさ、人のさ、6年ぶりのさ、告白をさ、あのさ、本気で告白したの！あの時は。それがさ、何？彼氏いるって。だから私別れるよって言ったよね。別れるから。いつまで経っても配信で別れろって言って別れなかったの。どこの誰が。別れるから連絡するから待っててって言ったら途中で自分がトイレに行くとか言って私のあの、LINE 通話切ってブロック入れたんだろうがい。あの、防御し、防御なのよ、防御は。OK。おぉ？ここでなんか仲直りするっていう、なんか何やつか二人とも。なんかもう一回。うん、仲直りしろって絶対無理、好みでもないし人間性が無理、私も無理、お金目当てだから。本気で最初告白したのに金としか見られてなかったら、じゃあ私も閲覧としか見なくなった、それが結果です。配信者として人の恋心を持て遊ぶ、お金より恋心は持て遊んでないです。本気で告白したのに金目当てでいいよって言われてショックを受けたんで、利用される前に利用し返しただけなんです。利用されるぐらいだったらこっちも利用します。ひどいよね、人の恋心を金目当てで踏みにじって、金欲しさに本当はタイプでもないのに付き合うとか言ってお金引っ張ろうとするなんてひどーい。なんてひどい人なの。告白して損したっていうか、そもそも告白は本気だと思ってないし、恋人になりたいのも本気だなって思ってない。じゃあ騙されてないじゃん。私あなたさっき言ったよね、人の恋心を踏みにじったって、そもそも告白本気じゃないと思ってたら踏みにじられてないよね。踏みにじられたっていうのは本気で告白してくれたと思って信用して嬉しかったのに、嘘だった時が踏みにじられたっていうので、はい論破めくれたね。嘘だね。じゃああなた踏みにじられてないね、本気にしてなかったんだから。あなたもじゃあ早くどうせさ本気で告白してきてないでしょって思いながら、いいよ付き合うよお金欲しいからってことだよね。踏みにじられたのこっちなんだけど、ドドンパは？よはじゃなくてめえさ、てめえ、うん、何お先からお前とかてめえとか、私あなたって言ってるのにどんだけ上から目線なの。人の心さ、恋心踏みにじってないよね。6年も経ってさ、恋人作れなかったんだけど。でも本気だって思ってなかったんでしょ。本気で告白してきてないと思ってんだから、心なんか傷ついてないよね。本気で告白されてると思ったら傷つくけど、全然タイプじゃねえし、本気で告白してないと思ってたから、金目当てでいいよって言っただけなんだから、心踏みにじられてないよね。そもそも、あなたが一番最初に LINE よこしてきたのは、心配だから20万ちゃんと銀行に証明してくれたら20万ちゃんと渡すよって言ってきて、そのだからそもそも待って、お金を先に出してきたのあんただよ。違います、そもそもあなたから LINE してきてじゃないです。なんで私があなたを知ってるんですか。違いますよ、ねえ、嘘つくな。お前が嘘つくな。先に DM 送ってきたのお前だろ。私に金で釣ってきたのてめえだろうが。金貸してって言ったのおめえだろう、最初に。仲直りしようよ。先に DM してきたのお前だ。金貸してって。あ、DM 見せたのか、じゃあ。会長。会長、どうします。会長、タバコ大丈夫ですかね。一回ちょっと、知ってみます。もうね、あのね、人間性も、お金にも汚すぎて、
申し訳ないけど、お金で釣る。そうだったじゃん。だっていきなり、恋心で釣る。今言ってよね。あなたいきなりさ、なんでありがとう。あなたいきなり、ね、LINE してきてとか言うけど、あなたからですよね。これあなたですよね。あなたからですよね。長々と。ね。はじめまして、こんばんは。私はふわっちでは、もともとリスラ歴が長く、配信者としては1年2ヶ月ですが、リンさんの配信には潜っていましたが、なんとか無料など、投げにお邪魔していました。って言ってさ、お、送ってきたのはあなたじゃん。お、何言ってんの？私からいきなり LINE してきたみたいな言い方しないでよ。だからこれを、話をね、私言いました。詳しいお話を通話でお話聞かないと判断できません。LINE 教えてください。それで LINE したの、いきなり LINE なんかしてないんですけど、嘘つくのやめてもらっていいですか。私嘘ついてないけど。嘘ついてんじゃん。いきなり LINE してきたとか言ったよね。先生でもう、負けっすね。僕ら負けっすね。ありがとう。テストさん、本当に私昨日本当に酔っ払って閲覧でなんか調子に乗ってテストさんがずっと待ってたのに、うん、本当にすいませんでした。酔っ払ってたん昨日。すごい酔っ払って、記憶がね、半分半分です。半分マジで。本当にごめんなさい。もう本当お世話になったのに、もうあだで返して、うん、だからさっきもアイテム投げたんですけど、これからもちょこ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 投げに行きます。本当に申し訳ございませんでした。ごめん、俺もちょっと、いけずしゃは、ムカついて。いや、もちろんしょうがないです。私がやったんで、うん、それはしょうがないんですけど、私が悪いことしたんで。うん、あと、テンストさんとテンストさんリスナーさん、本当にごめんなさい。はい、改めます、もうちょっと。本当すいませんでした。で、会長は？え？どうでもいい女だから話聞いてねえわ。お前なんか謝んねえよ。お前の言い分なんてどうでもいいよ。お前なんか言い分ねえよ、てめえなんか。私、テンストさんと喋ってんの。お前に謝ってねえから。勘違いすんねん。あ、僕、じゃあ、昨日の言えんもん。うん。俺気にしないし、全然。あ、本当すいません。うん、またこれからも、よかったらよろしくお願いします。本当ごめんなさい。誰お前誰お前早く落ちろ。はい、負け負け。え、これコラボ落ちたの？落ちた。落ちた落ちた。あ、そうなんや。うん。会長も、負けっすね。会長もあんな DM 送ってる時点で負けなんすよ。でも、うん、そのお金に乗ってきたのはあっちだよ。うん、乗ってたならないわ。うん、個人の自由なんで、うん、お金で結局 LINE を追加して、うん、申し訳ないけど、うん、お金を提示してきたのは、うん、乗る乗らないは個人の自由、okay. 貸す貸さないも、はい、あげるもあげないも、はい、決めるのは、はい、リンの方。私は頼んでるだけだから。サメちゃんらしくないぞ。ほら、置いた箱。置いた。置いた箱。もうクソすぎて。申し訳ないけど、クソすぎて。お金でも釣る。恋心でも釣る。閲覧欲しさでやる。最悪じゃない。三拍子揃ってんだけど。あ、リスナーさんもね、会長か負けやって、会長。私恋心なんて釣ってませんよ。誰も付き合うなんて言ってないよ。
LINE 通話で好意がある、付き合ってくれるって言ったのは凛の方だからね。だからブロック解除はなんで？あのごめん、吸いすぎ吸いすぎ。吸いすぎ？うん。みんなに悪い。申し訳ない。いいですよ。大丈夫です。会長。ダメだよ。だってタバコ嫌いな人いるんだから。いやいや。誰？中村くん。いや僕嫌いじゃない。いや僕いけるっすよ。俺は。自分が吸わないだけ。吸わないだけ。俺が吸わないだけ。大丈夫なの？煙。大丈夫大丈夫。煙大丈夫。なんか鳴ってるね。いや山田から来たけどどうする？どっちもやって、じゃあ出ないわ。ねえの、うん、おめでとく。テテさんと話したいからです。何話したいの？この知ってる人、あ、この人は会長、あの中村君と、うん、ちょっとバックチェンジしたいんですけど、うん、切り替えるタイミングがわからなくて、うん、どうしたいんですかね。うん、何どういうこと？もう一回説明して。だから中村くんと、うん、枠を切り替えてんやけど、うん、切り替えるタイミングがちょっと見失っちゃって、うん、どうしたらいいですかね。あ、そう、わかった。あの女どうでもいいから、もうどうでもいいし関係ないから、うん、どうでもいい女だから、あの枠を変えます、切り替えます。いい？あ、枠も気持ちも切り替えね。うん、枠切り替えね。いい？あ、アイテムですね。花火ナイス、リン。言わないよ、俺。俺テントさんに投げてるだけだから、私に向かって投げてるわけじゃないか、謝罪の。メリーゴーラ3個ナイス。テントさんは言って。俺っていうの？おで。違う、私に投げてるわけじゃないからって言ったの、今。うん。じゃあもう、私に謝罪してんならまだわかるよ。はい、花火、ハートの花火、ナイス。おでなんて言ってないよ。みんな聞き間違えてる。ありがとう。まゆた、花火、ナイス。ナイス。テテさんがこういうタイプ、ありがとう。まゆちゃん、かわいいよ。おっぱいでかいよ。何を話したいかによるんだけど、ごめん、さっきからブロック解除してって言ってる人は、あのブロック解除してって、それタヌキ、キツネ、赤出ししてる？ねえ、赤出ししてるの？山田来ちゃって、山田さん来ちゃって、あのやべ、沸かしちゃった、ごめん。いやいやいや、さすが会長。テテさん、いや、枠切り替える話してんのに。閲覧の化け物ですよ。3600人これ閲覧の化け物です、会長。3600人。あ、そしてアイテムも飛びまくってる。うん、しかもさ、これ朝飯前よ、会長。朝飯前、軽く会長が本気出したら、うん、やばいわ。もうさすが会長だわ。だプロよ、配信。いや、閲覧は山田さんが来たからだよ。いや、元からっすよ。元からっすよ。あ、花火ナイス、リン。私は俺言いません。そこ言ってくださいよ。うん。言ってくださいよ。悪いね。テイストさんにしか投げてないから。テイストさんに、リスナーさんに。いや、たかし。言ったん昨日。あ、そうか。だから、たかしと、たかしのリスナーさんに謝ってるだけで、私に謝ってるわけじゃないから、うん、私は俺言わないよ。いくら媚びようと。会長、ちょっと火つけて。いい、あ、すいませんね。置いたばこ。ほんとすいませんね、何回も。うん。キャバ嬢でもなんでもないのに。いやいや、とんでもないです。会長なんで、ほんとに。うん。うっす。あ、たかしと同じことしてるじゃん。あ、ほんとに。会長。やっぱ似た者同士だ、ね。はい、ついにリンがね、謝らないし、俺いらねえよって、あの、アイテムなしって言ってます。わかりました。あの、これアイテムなしね。あの、うん、戦争宣言ですね。
さっきまでずっとアイテムついたけど、ついにあのアイテムなし。会長と戦争するっていう宣言、うん、リンさんが宣戦布告、宣戦布告です完全に、うん、あ、こまりさんありがとうございます。私曲がったこと本当に嫌いだからね。曲がったやつ嫌いですか会長。あの枠と気持ちの切り替えしたいんですけど。でも山田さん来ちゃってんでしょ。いやいいです別にそれは。どうする、山田さん来ちゃってるよ。私曲がってねえわ。あの会長、あの枠と気持ちの切り替えをしたいんですけど。うん、ダメですか。誰がしたいの。誰がそれを気持ち切り替えしたいの。あ、会長踊ってください。会長踊ってください。はーい、 ありがとう。会長機嫌直してありがとう。リズム花火ナイス。まーさん、リズム花火で笑顔になれるのかな。うん、リズム花火が一番笑顔になってる、ね、リズム花火一番いいわ。リズム花火お願いします。リズム花火あのくれたら踊るし、うん、笑うよ。頑張るよ会長。そろそろ多分北山さんに電話しないとまずいんじゃない、時間的に。時間的な、うん、うん、ありがとう、声ありがとう、声褒めてくれてありがとう。会長、今日のしのぎ見ですか。はい。うわもうこんな言ってるわ。もうこんな言ってるわ、会長すごいな。もう会長すごいわ。うん、うん、え、何、私天才。天才かもしれないです。天才ですね。会長、あれですよ、天才、うん、あの、で、あはーい、はーい、ナイス、ナイス。あの、終わった後のこの、あの素の顔やめてもらっていいですかね。うん、なになになに。いや、リズム花火の音楽が終わった後のその素の顔やめてほしいね。あ、まだか。ありがとう。ナンパ作れるのもう最高。最高、ナイス。わあ、ありがとう。やだー、ありがとう。やだー、ありがとう。さすが。さすが、ナイス。もうナンパは、もう何発投げて笑わせんのよ。ほんまに。551やな、551。ありがとう。すいません、儲かるわ。まあ、ごめん、だって何もないのに笑えないよ。そうやね、何もないのに。何もないのになんで笑わなきゃいけないの。そうや、これは正論っすわ会長。それ正論だよね、うん、なんで何もないときに笑う。ありがとう、ありがとう。もうすごい、みんな最高、最高、すっごい最高。もうありがとう。止まらんもう。止まらんで、これ何やってんだこれ。すごいわ、テレカセイガ会長も。これ1個ごとにタバコで2箱買えるからねこれ、うん、会長しのしのかわいいっすよ会長。しのぎ、もう俺もう、満足すわ俺、うん、うん、もう、満足、満足、今満足。次中村くん、しのしのしの、あ、わさびナイス。アイテムラッシュもう最高だよ。特命さん、あ、切り替えのタイミングがつける、つけていい、いいよ。あの枠切り替えたいんだけどさ、あのタイミング見つかんないんだよ。みんなどうしたらいいと思う。じゃあ一回、じゃあちょっと顔写真もらっていいですか。じゃあ
会場。あ、はい。3人行く、3人で。いいやもう。はーい。花火ナイス、花火ナイス、ナイス。忙しいな。2人で枠つけ始めちゃったら、ちょっと2人の枠に顔出さなきゃいけないじゃん。あ、30個ナイス。どうしたらいい？え、だから俺これ こっち切るから、うん、うん、だこっちちょっとやるね、俺も。いいよ、やって。あの中村くんの枠やりたいって言ってるから、あのっていうのは、たかしが、うん、あ、たかしがあの、あのね、もうアイテムかなり稼いでるから、そうですね、あのもう満足だから、あの今度はあのだから、あのいや、あの中村くんの枠でも私は出る。あの配信の指導入ってるかに僕ら、うん、指導する配信の、うん、うん、私の枠やったって、私アイテムいらんよ。逆にギャラもらうから。さすがゼニゲバ。私アイテムもらったって換金できないのよ、今。そうやね。ギャラいったっすか。わー、ありがとう、イエーイ。水花火ナイスナイス、ナイス、ありがとう、最高。来たらいらっしゃい。じゃあ中村くんの枠で行くんで、みんな移動しよう。無料アイテム投げられて。え、ギャラ行っちゃダメ、ギャラ行っちゃダメ。そうそうそう、とりあえずさ、あの、うん、こっち放送終わってから、うん、うん、だってさ、うん、あのさ、あの、たかしがさ、もう今満足って言ってんだけど。満足ですよ、会長、これもう。でもこっち切るよ、俺。え、みんな中村くんにぶん、占われてるって言ってるけど。あ、ありがとう、どうぞ。こちらもナイス。あ、ママ、ありがとう。あ、みんな行こうぜ。ありがとう。いや、一回、一回。はい、なんかみんな中村くん枠は集まって。うん、あの会長が、ちょっと、うん、ちょっと一個で集中しよう。集中しよう、はい、終わりました。会長、はい、で、こっちで、で、こっち終わるよ。会長、何おります、うん、いつだ、何ですか、今906、でもね、今ね、うん、配信やってる人いない。おらんの。あ、いないいないいない、下見だけど、ステージもやってない。みんなブロックされてるから。じゃあ、中村の、オッケーね、一覧が増えないらしい、中村くん、うん、うん、まあ、それはそれでいいよ。ブロックしすぎて、な、あの、枠、あれ、中村くんの枠に行けないんだよね、みんな。どうしたらいい？まあいいんじゃん、それは、うん、ブロックされるや、このようなことだってさ、嫌なことされてるから俺ブロックしてるのよ。うん、嫌なことしてくるやつに別に良くない。なんか会長指導は その辺の。あー、あのさ、中村くん的にはどうしたいの？俺解除したくない。したくないの？したくない、もう二度としたくない。両方出る？じゃあ両方の枠で行く？いや、一個のほうがいいっすね。どうせ私は二人で二つの枠に移れるんだから、あの中村くん枠が見れないから、見れない人は下からじゃん、高橋枠で見てもらって、中村くんの枠に行ける人は中村くんの枠に行って。歯磨いてるけど、コーヒーとタバコで、あの、申し訳ないけど着色ついてます。とりあえずこっち終わるわな、うん、1個にしよう、1個に。 OK っすか。テテ枠って、あたしやんない。じゃあ終了します。ありがとうございました。うん、ありがとうございました。うん、ありがとう。いや、こっち終わるね、中村ね。ちょっと、一回切るんで、あの、やっぱり中村くんうまくいって。はい、お疲れした。ありがとうございました、たくさんのアイテム。またね。